今から78年前のことなんですけれども SNS で体験談を応募してきた女性に私は板橋で会うことになりました彼女が「川名先生私健康状態があまり良くないんですだからできればうちの近くまでご足労願えませんか?」 当時は私はあまり電話インタビューをしておりませんでした。実際にお会いしてお話を伺うことも多かったんですね。それでいいですよとお答えして板橋に行ってみました。彼女が指定した喫茶店に行きますと、すると向こうから川名先生こちらですと。 手を挙げて合図する女性がおりました事前に SNS のメッセージで彼女についてはいろいろと伺っておりましたまず年齢は私と同い年それから若い頃からずっと水商売やあるいはあの性風俗のお店などに勤めておりまして えー、そういった夜のお仕事を、まあ、いろいろなさっていたしかし、えー、しばらく前から、まあ、ご病気をなさったのがきっかけで、えー、夜のお仕事からはもうあの引いて今は昼間の仕事をできる時はやっている現在は失業中であるとそのようなお話でしたお会いしてみると非常に地味で 言ってはなんでですすけれどもそうですね78年前ですから当時私も彼女も40代半ばぐらいですよねそれにしてもちょっと10歳かそこらは老けて見えるような今の40代の方もっとおきれいで若々しい方が多いかなと思うんですが一昔前二昔前の 昭和の私たちの母の世代のまあ大変に地味な身なりに構わない感じだったんですね。でまあしかしご病気だと伺っていたのでそんな余裕もないのだろうと思いました。すごくおとなしそうな印象の方でした。ところが 話し始めると大変饒舌でそれにねあの最初 SNS でメッセージでお話を伺った時には亡くなった子供たちについての心霊体験があります子供が使っていたおもちゃが内ずのところに現れたりするお話です川名先生聞いていただけますかと こういったことだったんですしかしお話が始まってみればそれどころではない大変に怖いお話を聞いてしまったんですよ彼女は板橋に引っ越してきたのはそんなに前のことではないと私に言いました川名先生私物心ついた頃から東京はあちこちてん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 と 本当にあちこちに住んできたんですえ東京の中ばかりでねでも板橋には住んだことがなかったんですよそれでまああと川があるし水辺が好きなんで板橋に住むことになったんですで暮らし始めてみてねびっくりしたのがここが投げ込み寺のお墓の後に立ったマンションだったっていうことなんですよ 板橋には昔板橋塾というまあ宿場町があったんですよねで飯盛女いわゆる娼婦たちがたくさん働いていたそうですでもほとんどみんな年季が明ける前に僧毒いわゆる今でいう梅毒などで命を落として亡くなってしまったそうなんですよするとねこの辺りにあったお寺に その遺体を投げ込んだと、投げ込み寺があったというんですね。今はね、そのお寺、移転してしまってるんですよ。あの、ご存知でしょうかね、赤塚城址公園っていう公園がありまして。お城の跡があるんですよ。その赤塚城址公園の観光ガイドツアーに、私、参加してみたんですよ。あ,あ、それは面白そうですね。私も機会があったら、ぜひ参加してみたいものですね。 ええあの板橋にねせっかく住むようになったんでそのツアーに参加してみたんですそしたらねあのびっくりするじゃありませんか東京大仏とかねそういったまあ観光名所を紹介してもらって私それが目的だったんですけどそのお寺についてとかねその板橋塾についての解説もガイドさんがなさってでちょうど私が暮らすようになったそのマンションの辺りに 投げ込み寺があったんですってそのお寺移転してしまったからお墓の後にマンション建てたようなもんなんですよだから私そのせいかなと思ったんですよねええー、ここに暮らすようになってからね赤ん坊の声がよく聞こえるんですよそれにねアヒルの人形がね 私はあの思いい出しななががら、人がいろんおお話すす。るのを聞くことに慣れておりますでもちょっと尻滅裂な感じがしたので「あアヒルのお人形ですかそれはもしかしてお子さんがお使いになっていたものですか?」とお伺いしましたらその方が「はい3番目の子が」あ「あそうなんですかお子さん大勢いらっしゃるんですね」「いえ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 」 私恥ずかしながら20代の頃からある男性の愛人になっておりました15年も付き合いがあったんですよそれでね1人目2人目中絶するしかなかったんですその方にはあの奥様がいらして息子さんもいらした まあ社会的な地位がある方でねいろいろ外聞が悪いんで私みたいな女と愛人関係になってるなんていうのはまあ誰にも言えない秘密だったみたいなんです私は悔しかったですけどねでも仕方がないかなとも思ってたんですよ多少はお手当も頂い,いてましたし、はあじゃあ最初のお子さん2人までは中絶なさった。 で、3人目は「あはい3人目の子だけはどうしても産ませてほしいと」と彼に相談しましてすると彼の方でも「うん、是非」と言ってくださったんですだから私3人目の子は産んだんですよ。はあすごく可愛い赤ちゃんでもう顔立ちがすごく整っててすごく賢い子でした私じゃなくて彼にいたんだと思いました。 あの本当に笑うようになるのもしゃべるようになるのもすごく早くて1歳になる前に口を利くようになったんですよ「ママ」とかでアヒルのね人形が大好きでお風呂に浮かべる黄色いアヒルであれを「あー,はーって呼んで「あー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 ああってあのお風呂入る時以外にもねあれを持たしとくとご機嫌だったんですよ。 だから私嬉しくて大きいのやちっちゃいのやいくつも買い揃えてお風呂場の窓にずらっと並べたりしてであのお外に散歩に連れて行く時もあの子の歌に握らしてまあ懐かしいですねでもねその子の世話があるじゃないですかでやっぱり忙しくしてたら彼がねあんまり訪ねてきてくれなくなっちゃったんですよ。 それに私体験も崩れちゃったしで寂しくてねまたちょっと悔しくてついうっかり変な男と浮気しちゃったんですよ本当にチンピラみたいな男でねでその男がね言ったんですよある日「おい赤ん坊大丈夫だよもうだいぶしっかりしてるじゃないかちょっと留守番させとけよ」 外にに飲みに行こうぜって私外にお酒飲んだりしに行くのほんと久しぶりで楽しそうだなってつい思っちゃって大丈夫かなってでそのうちの子ねあの赤ちゃん用のケージってあるんですよねこう柵みたいなあれの中に入れとけばまあ1時間や2時間平気だろうって思って出ちゃったんですよね帰ってきてきみたらね。 お風呂のお湯の中ににうつ伏せになってて浮いてましたお湯を抜けばよかったんですけどあとで水遊びするかなってそんなふうに思いまして朝入れたお湯をそのままとっといてたんですよもったいないかなって蓋をしてなかったんですね早く冷まそうって思ったんですよね。でも 結局水遊びもさせないままそのまま夜までずっと私ズボラなもんで置いといてまあお湯は水になってたと思います8月だからぬるい水ですねそこにね子供ね多分アヒルを取りに行ったんじゃないかと思うんですよねでなくなっちゃってたんですよまあそんなことがあったんで そのチンピラみたいなのとは別れたんですけどねでそれからしばらくして私妊娠していることが分かったんですよあのずっと付き合ってたその愛人だったねその彼とはまあその頃も全く会ってなかったわけではなかったんですでも本当にたまに になってましたしただからもう間違いなくあいつの子供だろうってあのうちの子が死ぬ原因を作ったあのチンピラの子だろうって私思いましてそれであいつに相談してそしたらいやおろせって言うし中絶したんですね。でも忠したその日に ちゃんと付き合ってたあの彼から連絡がありましてねそれで私体調悪かったんでごまかせなくなってつい子供を下ろしたって言ったんですそしたら彼はねどういうわけだか自分の子だと思ってたみたいで勝手に私が下ろしたって言ってものすごく怒りました自分たちの子が死んでしまったそれも私のせい で次の子せっかく宿った命をまたお前は殺したのかってもう付き合いきれないってで手切れ金をいただきまして別れたんですよそれで引っ越してきたんですよねああなるほどでもね引っ越してからおかしいんですねここが投げ込み寺の跡だったから なのかなとも思うんですけれどもそれだけじゃないだろうと思うんですねあのアヒルのねこの人形が私が家に帰ってきたりするとふっと玄関で私を待ってたりするんですよだからね赤ちゃんたち成仏してないんだと思うんですはあ。それでね他にもね観光ガイドツアーでいろいろ案内してもらって 縁切り絵の木って川名先生ご存知ですかあ、はいあのこの後私行ってみようと思ってまだ全然一度も行ったことはないんですけど本で読んだりして、はあ、はあそうなんですあの縁切り絵の木っていうのがねこの板橋にはありましてであの絵の木の木なんですねでここがまあ一種の神社みたいになってるんですけどあの絵馬に縁を切りたい人の名前や何か を書いて下げておくと縁が切れるって言うんですよ私も何度通ったか知れませんでそこから帰ってくるとするとねアヒルが動いてるんですね関係があるんじゃないでしょうかそれにまたねこんなこともあったんですよあの本命の彼がですねある時連絡してきて妻と離婚したって言うんです で私はびっくりして「どうしたの?と」と、まあ、連絡もらったのほんと久しぶりでした4人目の子を打退してしまってからまあ本当に何ヶ月も、まあ、連絡一つありませんでしたところが急に電話をかけてきましてびっくりしてそしたら、まあ、妻と別れたっていうんですねでその理由っていうのがわら人形を見つけたっていうんですよでね 藁人形は大小2つあってそれぞれに裏に名前を書いた紙が貼ってあった一枚は写真付きだったっていうんですねそれが針で留めてあったで家で見つけたっていうんですで俺たちの子を殺したのはうちのやつに違いないとその前から心は離れてたんだとそう言うんですよそれで別れたって。 言うんですねああなるほどだからじゃああれですかその男性はもしかすると赤ちゃんを呪い殺したのが自分の妻だと思っただから離婚したとそういうことなんですかええええそう思ったみたいなんですねで、私の方はちょっと心が軽くなっちゃいましたまあよくないことですけど私すごく自分を責めて責めて 本当に責めてたんですよでまたあの私すごくその頃体の調子おかしくて特に左の乳首からこう海が出るようになりましてね病院に行くのが嫌でなんとかならないかと思ってたんですけどどんどん悪くなってまあ海が出てくる腫れるようにはなる痛むということで、まあ、これは癌かもしれないと思ってたんです。 でまあがんだと宣告されるのを覚悟して病院に行って診てもらったらそしたら乳腺炎だっていうんですね乳腺炎っていう病気があるそうなんですよ。で乳腺炎をこじらしてしまってると言うんです。それで、まあ、治療を受けるようになりましたけど、まあ、どうにもならなくて手術が必要だと。で手術をしたらね傷跡が残って。 その傷がねまああんまり予後が良くなくて後にななてにっちゃったんですちょっとケロイド体質だったりすることもあってまあ醜い跡が残ってしまったするとねなんかますますそのあの男とか彼の奥さんのことがすごく憎くなりましてね足しげく縁切りえの木に通ってたんですよね。 で私ね藁人形のこともすごく気になって彼に聞いたんですよ。そのの藁人形どうしたのってそしたら彼は「お寺に持ってって何とかしてもらったよ」って言うんです。そのお寺って聞いても教えてくれないんですよ。川名先生どう思います 私はここまでの話を聞いてまあ怖い話だなとも思ったんですが「そのどう思います?」と聞かれてもどうにも答えようがなくて「あまりお気になさらない方が」というふうなことを言ったんですねすると彼女は「ええー、そうですよね分かってます気にしたって仕方がないんですよ」だってねもう彼の奥さんそれから息子さん交通事故で亡くなったんですよ 息子さんまだ16歳だったそうです事故でね2人とも即死だったそうですよ彼がね藁人形を見つけたそれで離婚したって言った本当にね数日後だったんですよね呪い返しってあるじゃないですかそれにね人を呪うは穴二つって言いますねだからね私もダメだと思うんですどうしてですか だって私縁切りえのきに散々祈ったんですよ。私の赤ちゃんがお風呂で溺れ死ぬ原因を作ったあのチンピラあいつとこの世の縁を切ってくださいそれからね私が15年もこんな日陰の立場にいることになったそれはねまあ世間ではきっと男を恨めって言うでしょう でも私はね奥さんが許せないんですよねだからね奥さんとそれからね彼がよく息子さんの話をしていたすごく可愛がってたみたいだったんで息子さんも憎くて2人ともこの世から縁が切れちゃえばいいのにって絵馬に何度も何度も書いて縁切り絵の木でね願かけしたんですよ だからねきっとその願いが叶ったからあでもそのあれじゃないですかまあ「ちんぴら」って言い方はともかくそのあの後からできたその男性ですねまだご存命なのではあいいえ彼もね亡くなったんですよずいぶん前にそうですねわら人形が見つかったっていうあの一件と前後した頃だったんですけれども 彼もねあのなんか体調悪くなったって言って病院に行ったらもう末期がんでであの1回だけ連絡があってそれっきりになってたら共通の知り合いから連絡ありまして亡くなったって私もお葬式にも行きませんでしたし香典も送りませんでしたあんなやつそれでまあそれからねあの彼ほら本命のね 私本当にどんなにか彼とちゃんと結婚したかったか分かりませんよだって15年ですよ川名先生長いですよでもね彼もねもう多分この世の人ではないんです彼はね私のことを自分のお母さんにだけは打ち明けてたんですよまあ多少お金も動かしますし共犯者が必要だったんでしょうね それでその彼のお母さんから連絡がありまして失踪してしまったっていうんですねで何か事業を失敗してこう借金ができたなかなかこう不景気で首が回らなくなったっていうんですけれどもあとまあ離婚もしたし私とのごちゃごちゃもあった、まあ、辛労が重なったんでしょうねふっ ちょっっっいなくなくててしまってそれっきりでね川名先生今まで話した話これ全部ほとんど10年ぐらい前の話なんです。全部済んじゃってるんですよ。私はしぶとく生き残ってましたけどきっともうダメだと思うんですよね。だから今のうちに話しておこうと思いまして。 こんな話を聞きました。前回お話しした板橋の女というこのお話のまあ一種の後日談のようなものを語らせていただきます。でもただ後日談と言っても。 やはり怪談なんですよね、えー、どんなことがあったかと申しますとね前回のこぼれ話でも少し話しましたけれども私はあの彼女の話非常に怖いと思いましてこれを怪談実話として書かせてもらおうと思いました。でアンソロジーに載せるということになりました。ほぼほぼぼ原稿が書けた時点で 彼女に連絡を取ろうとしたんですところが連絡が取れなかった。であのいろいろねあの携帯電話の番号であるとかあの彼女の自宅の,その住所であるとかねあの本名であるとかハンドルネームそれからもちろん SNS のアカウントでダイレクトメッセージやり取りしていたそういったいろいろまあ手がかりがあったんで探したんですよね。ととこころがそれで分かったことは 私にインタビューを取らせたその直後に彼女はどうやら sns をやめてしまったようだなと、えー、アカウントそのものもある SNS はもうなくなっていてあるアカウントはあのアカウントだけは残ってるんですがもうそこからあと、まあ、1年近くたってたんですけど1年近く全くまあ 何も触っていないななような状況に見えたんですね彼女ねあのインタビューをさせていただいた時にあの体が悪い体が悪いっていうふうにおっしゃってたんですけどそれあの一見お元気そうに見えたんですが最後にちらっとねいやあの実はもう悪性の腫瘍があってあの、まあ、入院しないともうどうしようもないんだけれどもあの入院してももう助かる見込みが非常に薄いんだというような あちこちこ転移してしまってるんだというふうに話されてたんですよ。ですよねで彼女としてはあの変な話ですけど早くこの世から去りたくて、えー、わざと治療を受けないできたみたいなそんなことも匂わせてたんですよね。ですからまあああいう方なので。 これはもうもしかするといけなくなってしまったんじゃないかなと思ってで、まあ、ある程度の配慮をしながら、まあ、原稿は書かせていただいてアンソロジーに入れたんです。でそんなことがありましてでこの原稿を書く時にですね最後の仕上げをする時にまた板橋を訪ねてみたんですよ。 で彼女はあの乳腺炎で左の乳房に海が溜まって手術をして醜い傷跡が残ってしまった自分はケロイド体質だったからというようなことをおっしゃっていましたで海が出てて大変に痛んだといいう話をされていた、えー、これを聞いてね板橋という場所から、えー、さらに縁、えー、切れの木というところからあのピンときた方かなり、まあ、落語通あるいは階段通かなと思うんですけれども。 明治21年に、えー、三遊亭園長が原作を書いた怪談千草のえのきという話がありますこれはね非常に長いそして恐ろしい怪談なんですけれどもまあ興味がある方は調べていただくとしてかいつまんだところを申し上げますとおききせという女が出てきますこのおきせという女が、えー、自分の、えー、夫の 弟子にあたるる男とで、まあ、できてしまう3つするんですんねそしてその愛人は、えー、そのお稀勢の夫ですねそれをまあ殺害してしまうそしてママとまんまとお稀勢の2番目の夫に収まるわけですさらにですねお稀勢とその新しい夫はですね小殺しにまで手を染めるんです 前ののの夫との間の子供これを殺してしてまうんですねするとねおきせのこう左の乳房にできものができるこれがどんどん腫れ上がって大きくなって海を持って、えー、非常に痛むそこでおきせは、えー、夫にね頼むんですよ。あんたお願いこのできもの本当に痛くてしょうがないんだとたまらない。 小刀でついて海を出してくれないか。夫はね、おきせの言うなりなんですところがね手元が狂って小刀はきせの芯の像まで貫いてしまったんです刀を抜くとたちまち中身が吹き出た大量の中身がバッと吹き出てそして最後に 一羽のカラスが飛び出した。そして飛んでいったというこんな恐ろしい情景が描かれてるんですねで。非常にグロテスクなんです。で、後にこの階段チブサの絵の木は歌舞伎になったり、またあの後世の話し家さんによってあの語り直されたりして、するとね、次第次第にグロテスクのこの度合いが薄まりまして。 それにままた完全調悪と言いますかねあのそういった色合いもなんかあの込められるようになってあの前の夫の化身であるカラスが青木瀬の乳房をついて殺すであるとかあの少し形が変わって語られるようになったっていうんですけれどもどっちにしても左側の乳房ですし海が出るということなどなどそして2人の男いろいろと符合するなと思って。 私はあの非常に彼女の話をこう彷彿させるというふうに思ったんですね。で、それから彼女が私に語っていたんですよ。彼女が板橋の坂町商店街っていうところを歩いていると、何か官房の声が聞こえるっていう話もしてたんですよね。まあ、散歩で彼女が住んでたマンションからも近いので、そのあたりをまあ歩いているとすると。 どこからともなく赤ん坊の泣き声が聞こえるのであれは私の亡くした子供たちの声なんじゃないかこんなことを思いながら家に帰ると家の玄関に例の黄色いアヒルがずらっと並んでいるそんなこともありましたとこんな話もしてたんですよ。でこれは度々類似のことが起きていてまあアヒルの人形が1個の時もあればあの別の部屋にある時もある。でも 何かこう自分の亡くした子供の幽霊がアヒルを動かしてるんじゃないかと彼女が思うようなことがまあ坂町商店街から帰ってくるとあったんだとそして商店街を歩いてる時はどこからともなく赤ん坊の声がいつも聞こえるんだとこんなお話をされてたんですね。で私ははそれを聞いて彼女は 自分の亡くした子供たちのことを思うからそんなふうに考えたんでしょうけれども全く別の方向に想像を働かしたんですよと申しますのも板橋の坂町商店街というところ昔は岩の坂という別の地名がついておりました昭和五年1930年に発覚したんですけれども ここでは、えー、岩の坂もらい子殺し事件として、えー、後世に伝えられるような大量乳幼児殺人事件が起きたんですね。岩の坂というところ昭和5年昭和初期のその当時ですね、えー、これは言葉が悪いんですけれどもあえて申すと、まあ、あの貧民窟と呼ばれるところでした。であのー 要するに非常に貧しい人々が住んでいるところだったただ現在のこの、えー、倫理観、えー、人権に対する考え方があるこの状況とはだいぶ違います当時の言葉で貧民窟というとかなり差別的な響きがあったものですで、そうするとその、まあ、まあ多少普通に暮らせる人々はなかなか足を踏み入れないようなところだった で、そこへやはり同じように貧しい親たちがあの育てられなくなった子供を連れてきて預かってほしいというふうに言うでお金と引き換えに子供を預かる子供には何か食べさせなくちゃいけませんそんな金はないそこで殺してしまう預かったお金だけこう懐に入る子供は病気か何かで自然に亡くなったことにしてしまう 預けた方は泣き寝入り、えー、そんなことを一種のビジネスとしてその岩の坂の集落で行っていたんですで、まあ、犯人グループ12人いました主犯はね小川菊という女性でした彼女自身も4人の子供を手にかけておりましたで都合40人余りの乳幼児が殺されたで犯人 とされた12人のうち、えー、実際に逮捕起訴されたのは小川菊とあともう一人小川菊の内縁の夫この2人だけでしたでしかもその2人もほんの数年の懲役で、えー、車場に出てこれちゃったんですねまあひどい話で今だったらちょっと考えられないんですけれども当時は 非常にこの乳幼児の命、特に赤ん坊の命というものは、まあ、軽んじられてた。大切だと思われてなかったんですね。だから、あの日本の全国各地で、まあ、似たようなもらいご殺し事件は起きておりました。東京だと、有名なところだと、新宿のことぶき参院事件というのがありました。こちらはさらに人数は多くて、あのまあ、一説によると百人ぐらいの赤ちゃんが、 殺されたと言われているんですね。で、ですけれども、そちらもやはりこう犯人は死刑などの重い罪をこむることなく、あのまあほんの数年で世間に出てこれてしまうこういった時代だったんですね。まああの非常にこの岩の坂もらい校殺し事件陰惨な事件で、何しろ40人以上も子供が殺されておりますし。 まあ、そこは一種のいみち扱いになってしまい、そこでまあ原が悪いので地名を変えたわけです。で、そこは今坂町商店街というあの風な坂町というふうに名前を変えて今もあるわけです。けれどもまあ、全く様相は変わっておりまして、えー、普通の街の一部になっております。で、私もあのー、行ってみたんですね。で、足を運んでみると。 坂町商店街特にまあ私行ったの本当にね午後の2時か3時ぐらい昼間なんですけれどもあの普通のどこにでもあるまあ言ってはなんですけどやや寂しい商店街ですねまあ,あのお店はポツポツとあるでもシャッター閉めてるところも多いまたあの何かオフィスでしょうかね何かお仕事されるような会社が入ってるような雑居ビルのようなものもあるマンションもある。 まあどちらかというと静かでにぎわっているということもないんですけれども特に何かがおかしいというところもない普通の街角でしたでまあそうやって、まあ、取材ですよねあの現地取材私本当にそういうの結構要領よく済ましたいと思うたちでね、まあ、時間にもいろいろ限りがあるので本当に12時間でささささっと見て歩くような感じなんですが。 慌たた。だしししく取材をしておりましたするとね向こうからねベビーカーを押した女性がこっちに来るんですよ。午後の2時時か3時ぐらいいだと思います。でだから別にベビーカーの女性が散歩をしていてもおかしくはない赤ちゃん連れだなと思うわけですがただねちょっとね 何て言っても赤ちゃんの話であるとかあの女性の話を思い起こしながらだったんでなんかちょっとあんまりいい感じはしなかったんですね。で薄暗い路地を向こうからベビ,ビーカーの女性がこちらに向かってくるだんだん近づいていく引き返すのもだんだん向こうからも私のことが視野に入ってるだろうと思って、まあ、自然に歩いていってすれ違おうとでどんどん歩いていく向こうもこっちに近づいてくる。 あの女性にね背格好が似てるんですね服の感じとかでもねあのつばの広い帽子を深くかぶってうつむいているんで顔がわからないんですよで「あお顔が見えないなでも似てるな」と思ってますます怖い感じがしたあと 10m ーーもしないですれ違うという時です そちらのベビーカーカがピタッとこう止まったんですねで親と思ったらよしよしと女がベビーカーの中の赤ん坊でしょうね声をかけながらあのベビーカーのこうハンドルに、ね、よくみんなバッグかけてたりするんですね赤ちゃん連れの人。でそのバッグの中から何か取り出した黄色い黄色いアヒルだ いやもう私心臓が止まるかと思っていや本当にちょっとあれは本当に怖かったですで黄色いアヒルなんですでそれを赤ん坊の方にこう差し出す赤ん坊はねこうベビーカーのまあスタイルいろいろありますけどこう赤ちゃんとお母さんが対面する式のベビーカーなんですだからこちらからは赤ん坊の顔はベビーカーの日差しの影になって見えない シ、ね、ーンとしているシーンとしてるんです本当に赤ん坊を乗ってるんだろうかベビーカーの中に彼女はアヒルを差し入れたよし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 かがんで私はその間も歩いてましたむしろ早足になって早くすれ違ってしまおうとちょうど横に来た時彼女がふっ と顔を上げて私を見たあの人だったと思うんですよね。ですれ違ってぞっとしまして私挨拶すべきだったと思ったのは小走りにすれ違ってしまってそうですね5メーターも先に進んでしまってからあいけない。 本当にあの人だったのじゃあ挨拶しないのおかしいじゃないかと、まあ、ようやっと理性が戻ってきましてあっと思って振り返ったんです誰もいませんでしたでぞっとしたその瞬間どこかから赤ん坊の鳴き声が聞こえてきたんです。 私は走って路地を抜けましてねそれから今に至るまで実は板橋に足を踏み入れていないんですよ。こんなことがありました。 1996年から1998年頃のことなんですけれども私当時20代の終わり頃で、でその頃鎌倉の出版社でパートタイムでで働いてたんですよでちょうどねケーキ屋でもバイトしてたんですけどケーキ屋のバイトを辞めましてというのもね駆け出しのフリーライターでもあったんですね。95年ぐららいから都内のヘンプロに登録しましまて まあいろいろ半端な仕事をもらってあちこちにさまざまなものを書いていたもうあのポリシーもなかったです,、ね、するとねある時ですねその鎌倉の出版社の社長からお話がありまして某省庁から面白い仕事をもらったけれどもやってみないかというんですね北関東のある小さな村なんですけど。 そこではではすね大規模な工事が予定されているそれはなんと昭和26年から半世紀以上も反対運動が続いていたそういったまあ大型の工事が予定されているのだとでそこの村の古老たちの自分史の本を作りたいとでついてはその自分史の本を書けるような、まあ、代筆できるようなですねあのフリーライターを集めているでテストを受けてほしいということなんです。 で私ね何しろ女子美卒ですからねいやーそんな某省庁のテスト受かりませんよところがこれが受かってしまったでライター5人選ばれましてそのうちの1人になったプロジェクトそのものは結構あの、まあ、大きなもので数年かけて完成させるというようなことでしたであのライター1人につきねそれぞれ、まあ、2人か3人ずつぐらい その村の孤労が割り当てられまして一人の孤労について12回ぐらい取材してほしいと、まあ、インタビューしてほしいということなんですね。で私は最初田村さんこれ仮のお名前ですけど田村さんという当時778歳ぐらいのおじいさんを取材することになったんですところがねまあ、会ってみましたらこの田村さん60代ぐらいに見えるすごく若々しいお元気な方でした。 まあ格尺とした感じ、まあ、細身でねあのこう非常にこう痩せていらっしゃるでもとても元気であの息子さんと共有してるというかっこいい四輪駆道の車を乗り回しておりましてねであの私を送り迎えしてくださることもあったんですよ4月初旬のその時も私田村さんの家ですっかり話し込んでしまいましてするとね奥様がいらして 先生夕ご飯召し上がってきますかとか言うんですね。で、私はあっと思って、時計見たら、あらやだ、もうこんな時間。午後一時から午後三時ぐらいを、だいたいインタビューの時間として割り当ててたんですけれども。もうね、四時過ぎてるんです。五時近かった。あ、いけない。私帰りますと。明日もお伺いしますし。そうなんです。 えー、そこからですとね一番最寄りの都会これはね高崎でした高崎市ですね群馬県の高崎が一番近いとこの都会だった高崎の駅前にビジネスホテルを予約しておりましてねでそこに一泊して、まあ、前後1日ずつ取材にこの村に通うと、まあ、通いには電車を使うんですすると田村さんが「もうそろそろ日も陰ってきたし」 女一人じゃこの辺危ないよ先生不安ないだしそれにさほらさっき話したでしょ A 家のせがれうろうろしてるかもしれないよこんなことをおっしゃるまあね取材というのはまあ、雑談交じりに進めた方がうまくいくもんですでまあ田村さんはねいろいろこう噂話お好きな方でしたまたね村の中ではなかなか村人の噂というのはまあ、話しづらいもんです そこへ行くと私なんかはね、まあ、便利な存在ですよ。よそから来てよそへ帰っていくんですよね。いずれは全くこの村と関わりがなくなる。いろいろと田村さん村の噂話を私に話してたんですね。で、その A 家のせがれというのはまあもういい年なんでしょうけれども村に一人はまいる。 うん、ある集団があれば時々はそういう人もいると思うんですけどちょっと困りものの独身男性でねやや少し病んでいるというか、まあ、女子高生を追いかけましたことがあるであるとかあと村のこの若い奥さんの家に侵入したことがあるであるとか、まあ、ものすごく大きな事件を起こしたことはないんですが。 問題のある男で、無職、中年、そんなような話でしたまたね最初の頃に田村さん村の人たちの前で私を紹介しちゃったんですよねそこに A 家のせがれはいませんでしたけどこちらのね川名先生あの都会の方から来てね今度ね私を取材してくれることになったんだよほう村の人たち何人か面白そうに私のことを見てましたっけ もしかしたら噂がね A 家のせがれのところにも届いてるかもしれない私のことを A 家のせがれが知ってるかもしれない田村さんにそう言われると私もちょっと怖くなりましたすると田村さんが「車で駅まで送ってくよまだ少し日もあるしちょっと案内するからどうだろうあじゃあお願いしますと」とで車に乗りまして でするとね「先生これ知らなかったでしょう」と言ってまああのなんか山の斜面みたいなところね横に車をつけたこの斜面非常に急で切り立ってるんですその斜面をねびっしりと埋めるようにね20か30かもしかするともっとあったかもしれないと思うんですけれどもこう墓石が立ってるんですところどころはお地蔵さんです。 それがねなんとなく小柄な子どもの人影のようにも思えて何とも不気味なんですよ。まあ、近くで見れば確かに墓石なんですけどねでも草ぼうぼうなんです。うわなんですすかこれすごいですね先生ご存じないかもしれないけどね昭和22年の9月にねこの辺カスリン台風って言ってものすごい台風に襲われてねで山なだれが起きたんですよ。山なだれって何ですか ほら、雪崩って雪がこう雪れてくるでしょあのあれだよ山の土がさだーっと雨でさ地盤が緩んで崩れてくるわけだよ。あ土砂崩れみたいなあそうそうそうそれだよその山雪崩でさこの一族全員亡くなっちゃったの。で誰も墓の面倒を見る人たちがいないから桃園のばあさんがたまに草むすりしてるみたいなんだけどね出るんだよここえ なんです幽霊がさなんか赤ん坊の声が聞こえたとかね赤いと思ってたらこれが人の格好しててさこう山の斜面を降りてきたとか怖い話があるんだよ。へえ。でそれからも田村さん、まあ「アベック地蔵ってこれなんだよね」とか言っていろいろ案内してくれる。 相体同窓人というねあの一つの石に男女の姿を彫って男女が手をつないでたりする可愛らしいお地蔵さんがある普通の同窓人とちょっと違うこれはねいい観光資源になると思うんだよとかまあこんな話をしましてで駅に送ってもらいましたた駅に着いい黄昏時でです上りのの電車のホーム誰もいませんでした。ところがねしばらくしたらね と気がつくと男がいるんですね。あ、私の後にホームに来たんだ。中年の男です。でも中年のというよりすごく変わった特徴があった。いわゆるね、インバネスを着てるんですよ。男性が和装の時に着るコートです。皆さんが一番よくご存知なのはあれですね。横溝正史原作の金大治光助シリーズで金大治光助が着ている茶色い子トンビとか。 ね、インバネスあのコートちょっとこう肩のとこう二重回しともいいますね変わったもん着た人がいるんです下駄かなんか履いちゃっててねへえ変わった服装だなその男がねこっちをじっと見るんですなんとなくねうろんな目つきと言いますかね暗い目で見るわもしかして私顔知らないけれども A 家のせがれって田村さんが言ってたのあの人のことかな嫌だなと思ったんですね高崎までがまた遠いんですよで電車がまあ10分ぐらいしたら来た電車乗りました隣の車両にそのとこが乗った何しろ2両しかないんです田舎の電車ですからねでしばらくしたらでもね4人ぐらい人が乗ってきてああよかった でそのあの例のインバネスのとこどっか途中の駅で降りたらいいなと思ってたんですけどね高崎駅に着いたらねホームにいるんですよやっぱりこっちをじっと見てる私はあの目を合わさないようにしましてねそそくさとホテルに急ぎましたこのホテルというの今はどうなってるか分かりませんが90年代のその当時ですね 高崎駅のこう駅ビルからですね。そのホテルまで渡り廊下みたいなもんでつながっておりまして。で、あの簡単に行ける。駅から一番近いビジネスホテルでした。私、そのホテルにすぐ行きまして。で、まあ、チェックイン済まして。で、すぐ、フロントで訪ねたんですよ。ファックスをくれますか。あの、その田村さん家からいろいろ貴重な資料をね、お借りしてたんです。 地図とか写真とか昔のこの古文書の類であるとかいろいろ文書ですねでこれは絶対なくしてはいけないものだったんですぐ「明日の取材の時お返ししようと思っていた」でこれをまああのコピーを取ったりファックスで鎌倉の出版社の方に送ったりしようと思っていたんですねでするとフロントマンがあコピー室がありますご案内しますよでフロントののすぐ横にこうコピー室みたいのがありましてあ こんなとこにこんなものが矩形に切り取った小出入り口があるでうなぎの寝床のように奥が深い突き当たりに本棚がある作業台があってコピー機やファックスが並んでる電話なんかもあってまあ事務仕事できるようになっているんですねありがとうございますフロントマン去っていったで、誰もいなかったんで私そこで荷物広げて早速作業を始めたんですするとね、いくらもしないうちに パタッと変な音が後ろでしたんです。えっと振り返った。そちらはあのそのコピー室の奥の方の本棚です。本棚が。あれ本棚の方で音が。何にも変わったことはなあ。あ床に本が落ちてる。床に本が落ちたんですよ。あれ今の音何 落ちそうな感じで引っかかっていたのかもしれないなと思いました。で、私、本を拾って。こう棚の空いてるところに戻したんです。で、それから、またすぐコピー機の方に戻ろうとした。するとね、またパタッ。え。振り返ると。さっきとは違うところから、また本が落ちて。これを拾って、本棚に戻すと。 ちょっと離れたとこからスーッと本が斜めに飛び出してきたんです本の背表紙の上に指を引っ掛けてスーッと引っ張ったような感じに飛び出してきたええー？これを私は押し戻しましたそしてフロントに行って嘘ついたんですすいませんなんかファックスが壊れちゃったみたいでまあ怖かったんですよ誰かに来てほしかった それれでフロントの人を連れてきたするとね本当にファックスキー壊れてたんですでフロントの人が「じゃあフロントの方のファックスでやりますか」というふうに言ってくださってで「私は本を3冊お借りすることにしたこちらの本を借りていいんですか?」と聞いて「だからこれはね貸し本でチェックアウトまでに返してくれれば何冊でも借りてっていいですよ」ということでした。面白そうな本があったんです まあ確かに出てきててき落ちたりして気味が悪いでも本は借りたかったんですよね3冊ゴルゴサーティン借りましてで部屋に戻った部屋に戻ってから私そのホテルのすぐ近くの駅前のコンビニにご飯買いに行ったんです夕ご飯ですねで飲み物とお弁当みたいの買って帰ってきたでそれでホテルのこの中に入るエレベーターのところに行くするとねその前にインバネスを着た男がいたんです あの男ですようわ何かとっても暗い顔をしている痩せた中年の男なんですいくつぐらいかな40代か50代か当時の20代終わりぐらいの私からはずっと年上に見えましたで私は何となくその男と目が合っちゃって気まずいしそのエレベーターを使いたいそれでねよしたらいいのにこちらから声かけちゃったんです。 電車でご一緒しましたよね。するとその男が答えないんですよ。それでね、一人旅って聞くんです。で、私が、ええー、まあ、って答えたら、その男が、何階うわ、怖いなと思って、私、それには答えませんでした。で、エレベーターがついた、乗った。 男も乗ってきたんです私フロント階を押してでフロント階で降りた男はそのままエレベーターの中に残りましたちょっと振り返るとエレベーターのドアが閉まるところ男がじーっと私を見送ってる感じうーわー怖いなーと思いながら部屋に戻るで部屋に戻る時にね私が泊まってた階ってこうあのちょうどたまたま あの自販機コーナーナがありましてそれから隣にすぐ壁を隔ててコインランドリーコーナーがあるこれが廊下の横にあるんですよその横を通って私が泊まってる部屋に行くこういう作りになっていた思いついたんですねあなんか気を紛らわすためにビール飲んじゃおうかなと思いまして自販機コーナーーナに缶ビール売ってたそれで私自販機の前に行ったんです。するとね ちょうどタイミングよくその壁の向こうのこのコインランドリーコーナーの方から物音がしだした誰かそこで何か洗濯でも始めるような感じがさごそ音がしているであの年配の男性の低い声で鼻歌歌ってるんですよそれがね「十五の夜」尾崎豊のねでそれで「あ十五の夜」だと思いながらで明らかに生きている人間の気配なんです なんかねかえって逆にねほっとしましてだってさっきからね全然そのフロア誰もいませんでしたしねまあ寂しいんですよもっと賑やかなホテルだったらよかったのにねフロントの前なんかも誰もいないしあのすごく寂しい感じでねそうするといろいろ怖いこと考えちゃうじゃないですかそれでこうちょっとホッとしてた。でビール買ってまだ物音がしてる。 十五の夜』を歌ってる声も聞こえる壁を雇っててすぐ隣です。廊下を歩いていったら横目できっとその洗濯をしようとしている男が見えるでしょうねと私は思った。で歩いていってするとね誰もいないんです。ついさっきまで物音がしていて鼻歌が聞こえていたのに誰もいない。うわっ怖っ と思いまして走って部屋に行きましたで部屋の中に飛び込んですぐ鍵をかけてチェーンもかけてねでまあお風呂に入ろうと思ったんです。でお風呂にお湯をためてで温まっていた。するとね何かね歌声が聞こえてきた。 15の夜なんですようわどっから聞こえるんだろうと思った歌声遠いんですでも明らかに聞こえるうわ誰か歌ってると思ってでお風呂から上がりましてするとそれがね窓の方から聞こえてくるあ窓の方だで窓の方に行った下を見たすると駅とこのホテルをつなぐ渡り廊下があるその渡り廊下の上に インバネスを着た男が立っていてこちらを明らかに見上げていて口が動いてるあの男が歌ってるんです遠いんですよそれにしてはありありと歌声が聞こえるんですうわ怖いなと思った時ですきーッと音がしてえっとお風呂場の方を反射的に振り向いた するとね私閉めて出てきたと思ったのにお風呂場のドアが開いてるんですよで中の明かりもついているなんとなく湯気が漏れているおまけにお風呂場の前の床に借りてきた本が3冊落ちてるんですまあそんなことがあってなかなかまんじりともせず でもままあそのうち寝ましたねで夜が明けて翌朝また電車乗ってその田村老人のところを訪ねていくわけですすると田村さんがね私に言うんですよ「先生昨日変な男に後つけられたりしませんでしたか?」え。えっ んどうしてですかいやーあの先生ほら昨日さなんかあのちょっと気味の悪いとこ案内したでしょ山の斜面にいっぱいお墓があるところあっカスリン台風であの犠牲になった方々のそう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 あの永家ってねあそこのすぐそばなんだよ。でね あの少し後にね、私家に帰ったでしょ。そしたらうちの家内がね、言うんだよ。うちの家内のね、実は英家って親戚なんだ。それでね、あの、向こうの家がこう言ってきたんだって。なんか夕飯を食べずに一丁らき込んで飛び出しちゃったと。せがれがねで。どこ行っちゃったかわかんないって言うんだよ。で、その辺で首でも吸ってんじゃないかって。心配してるって。 まあねいろいろうまくいってない無職の男だからねどうなっちゃったかねもしかして自殺かなんかしてるんじゃないかまあどっちにしても「先生気をつけてくださいよ」。こんなことがありました。 皆さんは大菩薩峠って聞いたことがおありでしょうか山梨県の北鶴郡の方にある標高が1 8 9 7メートルぐらいだったかな、まあ、山なんですけどねここはあの昔の作家の中里海山という人が未完、まあの大河小説「大菩薩峠」というのを書いたところで,でまたいろんな映画やドラマのロケ地に選ばれたりしてねで、まあ、訪れる人も多いと。 こういうところなんですけど、ここにはね魔の森と呼ばれる。まあ、非常に深い怪しい森がありまして、まあ、怪しいというのはどういうことかというとこんな逸話があるんですね。その魔の森、あの霧が深いんですね。それで、まあ中にさまよい込むと迷子になってしまう。出られなくなるというんで、まあ、昔から地元の人たちには恐れられていたんですよ。そこにある時、雑誌の記者が3人さまよいこみまして。 二人は、ね、遭難して亡くなったで助かった一人が後からね救助されてから言うことにはまああの深い霧が垂れ込めてどこを歩いてるのか分からなくなった、まあ、無我夢中でさまよっているうちにふっといきなり霧が晴れて、まあ、視界が開けたするとそこは森の中の空き地で一面に 白い骨がね人骨が散らばっていたとそんなことを言っていたそうなんですよまあこんな気味の悪いところですけれどもでもまあ行ってみるとね非常にね風光明媚景色のいいところですまあ、確かに登山が好きな方やハイキング好きな方皆さんが訪れたくなる気持ちもわからなくはないんですねそれにまた近くにはいい温泉地もあります で2002年の春先のことなんですけどね私はその当時成人向けの映画に出ておりましてその映画のロケ地が大峠のたりだったんです円山にある旅館を借り切ってそこにクルーと出演者総勢でそうですね20人近くいたかなと思うんですけど、まあ、みんなで泊まる。で2泊3日の予定でした。 初日はね何ということもなかった無事に住みましたで2日目ですね2日目の朝2日目の朝はねこうあの山の高いとこからヤッホーとかいうねシーンを撮るでそれからまたあのまあロケバスでちょっと移動してするとそれがね墓地なんですよあらやだ何この墓地とでも台本にある私はその時ねある一族の5歳みたいな役だったんですね でそこにまあ前妻の墓があるという設定なわけですでその墓地にみんなワシワシと入りまして許可を取ってあるんだかないんだか近くにお寺なんかないんです打ち捨てられたような墓地誰もこう最近はねお参りなんかしに来た様子もないんです草ぼうぼうですでもねロケ班に来たスタッフがまあ、草を抜いてきれいにした墓石がいくつかあるわけですね で,その辺りで撮るということなんです。でこれが川名さんの,あの旦那の前の奥さんのお墓っていうことですからこの前で手を合わせてくださいでそれからこれがあのここにあ,のあげるこうお花ですでお供えの花みたいなのを私に渡されたそれ菊の花束なんです。でこれをまあそこにこう備えてで手を合わせるこういうシーンがあった。で大したセリフはないんです。 で私ねその時衣装で網タイツ履いてたんですよ私がやってたこのご才役ねなかなかはすっぱな女なんですねで墓参り行くのに網タイツなんか入ってるわけですでこう手を合わせでそのシーンの撮影が終わったと思ったらスタッフが「あ川名さん足大丈夫ですか?」って言うんです。でで指差してるで私ふっと見たら アミタイツ越しにも見えるんですよ。足からね、だらだらと血が流れてる。両足のいろんなところに穴が開いて、そっから鮮血が噴き出してるんです。え何これカウさん、なんでそんな怪我したんですかいや、全然わかんない。私、ここでこうやって芝居してただけだし、え何これと言ってるそばから痛くなってきた。あ、痛い 何これとりあえず車にでロケバスに戻りましてメイクさんに見てもらう「かなさんちょっと編みたいやつ脱ぎましょう脱いでみたら片足に四つこっちに三つみたいなふうに穴がね点々と開いている直径がね2ミリぐらいの線香ですよ。ぽつぽつと穴が開いてそこから血が出てるんです。 まだドクドク流れてくるなかなか血が固まらないんですね痛いんですうわあ痛いなんだこれとりあえず消毒しましょうもう今日はここで撮影はカンナさんではないですから宿のおかみさんに相談しましょうこんな風に言われましてそうだねで宿に行った宿のおかみさんに見てもらいましたそしたらああこれ 虫だね」って言われたんですよ。え虫何の虫ですかこんなことになったの初めてです。まあこの辺山だからいろんな毒虫がいるんだよ。いいもんがあるからちょっと待ってなさい。言われて待ってたらこんな大きなガラスのジャーを持ってきて中に変なもん入ってる。見たらねこれヘビなんです。マムシ酒だよっておかみさん言う。 何にでも効くかからららこれ塗ったら治った治ちゃう脱脂麺にお酒をしましてうわ気持ち悪いなと思ったんですけどそのまむし酒でしっをしてくれたその時はひんやりしてあちょっといいかもと思ったんですねで私こんなわけで怪我してますしその日はもう出番がないってことで早く休ませてもらうことにしたんですよ。 で夕ごはんはね食べたか食べなかったかそんなことももう覚えてませんねとにかく傷が痛かったしねそれで寝たんですよねもう夜の8時かそこらにはお布団に入っちゃったでなんとか眠れたでもねふっと激痛で目が覚めたもうとにかく痛い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 もう 本当に足が痛くて痛くてその傷のとこがうずいてうずいてどうしようもないんです。でうめきながら起きて明かりをつけて見てみたらパンパンに腫れ上がってる。もう足首とか膝のあたりのくびれもないみたいな腫れている。でどうもね熱があるみたい。発熱してるんです。でどうしようもないんで。 またあのフロントの辺に行きましてねすいませんすいませんと呼ばわったおかさんが出てきてはいあどうされましたて見てくださいこんなんなっちゃったあら大変氷濃を出してあげるから冷やしなさいこれはお医者さんに行かないとダメねこんなこと言われましてね翌日はつらかったですね病院に行きたかったでもどうしてもどうしてもと まあ、あの制作の人たちにお願いされましてなんとか撮らなきゃいけないシーンを撮ったで東京に帰ったらすぐ病院に行ってくださいというふうに、まあ、監督さんやらプロデューサーさんやら、まあ、スタッフの方から言われましてねであの治療費実費でよければ出しますみたいなふうにもおっしゃっていただけたんで,で当時この登録していた事務所の方にも連絡しまして。 マネージャーに迎えに来てもらってすぐに帰った足で病院行ったんですよで病院で見てもらったらお医者さんもすごい首をひねって何に刺されたんですかで変な本出してくるんですこんな分厚いねこう難しい本出してくるでそれいっぱい写真載ってんですでこう虫刺されみたいなものねこう幹部の写真とか載ってんですよ これに似てるでしょう。もう確かに病院に行った頃になったら少し足全体の腫れは引いてきた。でもねますますその傷の辺りは不思議なことになってました真ん中がねすごく硬くこうギュッとこう石でも詰まってるんじゃないかって硬くこう拘縮してるんですねでそこにこう頂点にボツッと穴が開いてるわけです。 でその真っ赤に腫れ上がって硬くなってる周りに何か薄黄色いというか白いというか血の毛が抜けたようなねぼんやりした傘のようなこう縁があるんですよでその周りはまあなんとか普通の皮膚なんですけど全体に地ばれがしてる見たこともない変な虫刺されです。 で私がそのこの怪我をした時の状況をお師さんに話したらお者さんは「状況と今の時期からすると舞踊かなと思うんですけれどもでも標高が高いですよね大菩薩峠うん今の時期にもう舞踊いるかな夏ならなでもこの傷の感じこの腫れ方馬映え差し映えみたいに思うんですけど」。 日本ではあんまり症例がないんですよね。十数件ぐらいしかない。大体海外で刺されてくるもんですよ。海外行ってませんか行ってません。山梨です。なんだろうなわからないけれども、もし肺だった場合、た卵んされてる可能性がある。え中に卵を産みつけられてる可能性がありますよ。 どっちにしてもこの炎症の具合だから、まあ、ステロイド剤使うしかないですねステロイド剤の湿布をしたりねまたあの、まあ、少し落ち着いたらレーザーも当てましょう傷が残らない方がいいでしょうとかなかなか大変な感じになってしまった。マネーージャーはもう痺れきらしれらてて待でっているようやっと診察が終わりまして「お待たせ」と言って待合室に行くとマネージャーが「 大丈夫ですか長かったですねどうなりましたかっかくしかじかこんなふうに治療することになった私が説明するマネージャーが「ああなんだそれ不思議だな」と言いながらもう一回ベンチに座り直したその彼の横に妙覚えのある花束があるんですよ私があの大菩薩峠で誰のものとも知らない 打ち捨てられたたお墓で芝居をしましまよねその時こうお供えの制作さんが用意してくれた菊の花束をお墓に供えた手を合わせたその花束そっくりに見えるんですこれがなぜかマネージャーが座っていた東京の病院のベンチに置いてあるんですよ。 私びっくりしましてえ、その花どうしたのマネージャーはえ、気がついたらありましたよさっきからずっと誰か忘れてったんですかねえ、なかったと思う私とあなたがここに来たときはそんなものなかったはずだよそうですかねだってそれ私が大菩薩峠で お墓にお供えした花だよマネージャーはその花をええと言いながら手に取ろうとしてうわっと取り落としたなんだこれ濡れてる花束びっしょり濡れていたんですよ私はねあのお墓の主がふざけたことするなと言って怒って 花束を突き返してきたようなそんな感じがしたものです2001年の7月頃だったと思うんですけれども、えー、当時私は結構大掛かりな撮影に出ることになりまして これがあの関東圏のねあるこう肺病院で取ることになったんです。田舎の大きな総合病院の跡でした。でまあ結構何階建てかな四五階建てだったかな大きい病院なんですよね。でもそこ潰れちゃってて肺病院になってるんです。 でエレベーターなんかもね、全部生きてまして、一種のスタジオとして貸しに出されてたんですよ。で、そこが撮影現場。これはなかなかの対策で、えー、老人専門病院みたいな設定だったので、ご老人のエキストラをね、まあ、たくさんこう呼びまして、 だいた人ぐらいだったかと思うんですねその他に雑誌の記者やあとまあ出演者のそれぞれのこうプロダクションのマネージャーそれからまあメーカーの人間であるとかそうした人たちもまあエキストラとして出てもらうということでこれもまた総勢30人ぐらいエキストラだけで合わせて60人ぐらい。 出演者もまたた多かったんですね出演者も十数人いたかしらでそうするとねスタッフも大変な人数ですでこの大勢がその病院に集まりましてさあ撮影が始まりましたしばらくすると顔見知りの女性ライターが私を呼び止めまして「川名さん川名さんああお疲れ様です」 あの、この病院、ちょっと、やばいね。え、何がですいや、ここ、いっぱいいるじゃないいや、そりゃ、だってこの撮影すごいでしょこの人数。こんなの私初めてですよ。いや、そうじゃなくてさ、人じゃないのがいっぱいいるよね。私さ、霊感あるんだよ。ってそのライターが言うんですよ。え、そうなんですかそう。 霊感があってさ私見えるんだよねここいっぱいここでお亡くなりになった患者さんとかねあと何かわからないけど看護師さんとかなんか大勢いるみたいに思うんだよね。いやだもう気のせいですよだってほらみんなほら患者さんの格好したりするしお年寄りとかねいっぱいいるからそんな風に見えるだけですよ。いや本当にいますよ。 ここんなことをおっしゃるで私ねちょっと怖いなと思ったんですでもね私霊感ないですから基本的に、まあ、見えやしません何にも起きないと思ってたんですけどね周りの人たちがねいろんなことを言い出した「ここやばいよエキストラじゃない年寄りがいるよこんなことを言う男優さんがいた」えー「えっ?」 いやそんなバカなんいや本当だってマジいるって幽霊いっぱいうじゃうじゃいるよみたいなこと言うで夜になりましたエレベーターで移動しなくちゃいけなかったまだ撮影は続いていてスタッフさんにこう確認されるわけですね台本見ながら「川名さんと A さんエレベーターで3階に行ってください」 はい、わかりました。私たち1階にいました。衣装をつけてエレベーターの前で待っていて、ポツッと押す。エレベーター来ました。誰も乗ってません。乗りました。3階のボタンを押す。私と A さん、顔見知りでした。ああ、またよろしくお願いしますいや。こちらこそよろしくお願いします。ねこの病院ちょっと怖いよね。A さんが私に言う。私。 なんかみんな出たとか見たとか言ってるけど私は全然うんあ三3階だ止まらないんです3階通り越しちゃった4階ボタンを押してもないのにでも向こうから誰かが乗ってきたかったのかも4階で止まった開きました真っ暗なんですよ 暗い廊下がだーっと向こうまで続いてる廊下の両側どうやら入院室みたい全部ドアが閉まってますドアにガラスの窓がついているその窓の中も全部暗い誰もいないんですうわ何 A さん一生懸命エレベーターの閉まるのボタン押す 閉まらないいんでですすねドア開いたっきりですどうしよう行くしかないよね怖いけどさ階段使おうよ二人でせーのでエレベーターから降りましたするとねこの両側のこの病室というか入院室の中でドヤドヤっと 大勢の気配がどよめくような気がしたんですよね。うわっと言って私と A さんとっさに手をつなぎまして30過ぎたねいい年の女同士で手をつないでうわーって言いながら廊下を走ったんですよ。廊下の一番奥の方にうっすら明かりが見えてたんですよね。そこめがけてわーっと叫びながら走ってった。どや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 。 気配が私たちを追いかけてくるような気がしたけれどもでも実際は何も起こらずに廊下の端まで走っていくことができましたそこには階段があって下の階で明かりがついていた私たちが行かなければいけなかった3階ですね3階で明かりがついているその明かりが漏れてきてたんです階段を駆け下りるとそうするとスタッフさんがなんだどうした と言いながらびっっくりしてこっちを見た。私たち息をきらして「いやなんかエレベーターがおかしいんですよね4階で止まっちゃって」「ああまあね古い病院だしねまあ廃病院だからいろいろあるよね」とか言われてでその撮影はなんとか無事に済みました。 まあねこの時私たち以外にもいろんな人がね幽霊見たの出たのっていろいろ言ったんですよそしたら監督がちょっと切れちゃってだったらね僕は霊案室を自分の控え室にするからとか言って霊案室に行っちゃいましてねでも監督は何もなかったみたいなんですだけどそこから先もね私一度もう一回だけちょっと怖い目にあったんですねそれはねこんなことでした やっっぱりエレベータータ使って移動しななくちゃいけないけんですねで私エレベーターの前でまた衣装つけて待っていたでボタンを押してするとね下から箱が上がってきたんですねカゴっていうらしいですねエレベーターのこのゴンドラ上がってきたで開いたんですよ、ね。いっぱい人が乗ってた。いっぱい人が乗っていてみんなね患者さんとか看護師さんとか。 もう子供とかねお年寄りとかいろんな人がいるでもぎゅうぎゅう詰めだから私「あいいですよあの行ってください」って言って行ってもらったんですよもう乗れないからするとねすぐにまたエレベーターがついたんですよ下からおかしいですよね さっっっきき下から上がってきてぎゅう,ぎゅう詰めだったところがそれが行ってしまった一旦ドアが閉まったすぐにまた下から上がってきたエレベーターがついたんですよ。今度は空でした。皆さんならどうします私ね意を決して乗ったんですよ。 まあ何もありませんでしたけどね。